赤々の久とか、仕掛けていった渋川か、それとも超大物手の予感もする太郎か。親番猿川だってまだまだチャンスあり。久とが単品伊平子の方に向かいましたね。来た、早っ。お、テンパイ。なんと早いテンパイだ。シャーマチは1枚切れ、誰も持ってない2枚山。さあ久とがここでテンパイを入れてきました。チーソーこれも強そうですね、嘘3枚ブロックしてるんでチーソーはみんな使えなそうですね。スッチーソーシャータンキー2対4、決めるのはどっちだ。出やすさとしてはシャーの方ですかね。そうですね、まあ、猿川ドラドラだけどきついな、これは、うん、そうですね。あ、ローピンが通ってるんですね、はい、ローピンギリリーチ、それを久里がカンジャンでチーしている。ローソー、まっすぐローソーです、まっすぐ、ね、全くいらないローソーでしたね、はい、全く通ってない、はい、2人ともに危ない牌です。まっすぐ行くのか猿川、チーソーは出ない。チーソーは出ない。あ、パーマンが通って、うん、そうか、太郎のパーソーと3ソー。そう、詰まった。千二千。久里の上がりです。うわー、太郎が青ざめている。太郎のパーソーと3ソーが早いんでね、老朽ソーもなさそうで、サブローソーもないんで、ね、それで老ソーは切りやすかったんですね。なるほどなるほど。チーソーはいかにも土ソーが危ないところだった。はい。さあ、開催4日目、第2試合がナンパに入ります。トライを続けていますが太郎、久里に蹴られ続けて残り8200点。ドラマチーワンです。ハイパイはトイツ2つ自敗。おお、比べてこちらはどうだ。久里の出はととなってますね。はい、トンがアンコ、ローピンも3枚、パーマンも2枚、そしてサルカはドラのチーマンが1枚。こちらもまとまりそうです。逆境を跳ね返せるか鈴木太郎、この手をどうやって上がりへ結びつける。このままファイトクラブトップだとね、もう200になっちゃうんですよ、うん、まあ、190ぐらいですけど、ま、大きさによってちょっと稼げば200ポイントまでいくぐらいの数字になりましたね、まあ、まだ2日目とはいえ200は結構なリードになりますよね。そうですね、まあ、ちなみに昨年のコナミ麻雀ファイトクラブは10月の頭には300の声を聞いておりました。あ、そんなになってましたか。はい、スーパースタートダッシュだったんですよね。まあ90戦近く、残り90戦あるとはいえね、200とか300とかはね、だいぶリードしてる感じはあります、もういいシャンテンになっている久里です。渋川も非常にいい形になってきています。両面が豊富な、まあでもまだ一面通なんですね。それか1万を引いて、ドラのチーマンすごい1万を引きましたね、はい、いわゆるペンカンチーマンという形、はい、とても急所、しかもドラというチーマンを引き入れました。わあ、なんかまたみんな上がりがありそうですね。そうですね、あとの数万パーマンのシャンポンがもう厳しいですね。ああ、そうですか。3枚使われてます。太郎いいシャンテンまで来ました。ただドラ表示牌のローマンを捨てるかどうか悩んでいる。ああ、これは難しい。想像1枚捨てるのもね、どれ捨てたらいいか分かんないですね、はい、ああ、しかし余裕を持っていきます。こういう親だからいいシャンテンとかそういうのじゃなくて、こうやった方が上がりやすいと見てなんで、うんうん、上がるためのリアンシャンテン戻しですね、はい、親だからとかは関係なく、はい、点数がないからとかいうわけでもなくではなく、うん、上がるためにこうしてるって感じですね。なんだなんだこれは。スーワンパーマンのシャンポンが厳しいというお話でしたね、うん、山にはスーワンが1枚だけですか。まあ、さっきのね、あのリアンマン切った後のツモ3万で、まあ、あのリアンマンを残す手はあったんですけどね、ええ、まあ、ピンズを切るか数万を切るかは難しいところなんですが、うんうん、最終的に振り手のリャンウマンとかサブローワンにしなければいいので、はい、ツモ3万とツモウマンのところは両方ともね、何切るか難しかったですね、さあシャーチャ渋川が 1,2,3,3 色のあるイーシャンテンになりました。さあここでドラ表示牌のローマンを手放す太郎です。再びイーシャンテンに戻ってきました。渋川大チャンス。チャンスですね。
太郎こじ開けるか。来た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 。さあテンパった。これで貫禄ピンでリーチでしょうね。切るのはチーソーパーソーどっちを切るかで、急走がもう4枚見えてるんで暗冠はできリーチ後に暗冠する可能性はないので、うん、おーテンパイを取りません。実は貫禄ピンはここに3枚いました。久渡の手配やはり貫禄ピンに手応えなしということですか。そうですね、これはすごいですね。さっきのリアンシャン手戻しは僕をするかもしれないけど、うん、この順目の天敗だともうしぶしぶリーチかなって言っちゃいますね。難波の親番で残り8200点でこれができる。もうこれねピンズの部分がサブローピンウーピンと見るとあとは想像で何か1個解消できればと。ロケソやパソや、うん、まだ作り直せるってことですね。ただローソー3枚目打たれちゃいましたね。パーソーがいればいいが、わあこれですね、これはすごい。チーソー引いてイーペイ交換せ。これで、ウーピン切ってリーチすると6789走待ち。はい。急走切りだとサブロピンウーピン。サブロピンウーピンですね。いや待ちの数が劇的に増えました。はい、3ピン2枚とウーピンは赤もいて残り2枚増えましたね。5枚残り。はい。そしてローピンが元より久渡にあんこで残り1枚です。いやー山一のリーチを打つはずだったところが、いやーこの手順見事ですね。リャンシャン点戻しと点牌取らずを、はい、でしかもイーペイコーやピンフや赤もついてくるかもしれない。最高級になってとスーパープレー見せるか。一発積もった。お見事4000オールリーチ一発積もイーペイコー。これは自信にあふれた表情。4000オールです。いやこれはいい上がりですね。はい、はい、さあ太郎復活の一撃2万点台に乗せてきています。これでだいぶ三着に浮上して、まあ、みんな近づいた感じですね。はい、内局一本場ドラはいいそう。みんなラス目の親ってね焦っちゃうんですよ。はい、ラス目の親だからもうとりあえず連チャン、とりあえずリーチって言うんですけど、からリーチして連チャンではなく上がれる高い手を作らないとしょうがないんでね。今のは見事でしたね。技術を見せました鈴木太郎です。